ようやく仲間と一緒に旅する RTA、始まるよ。今回は大妖精の住処への道を攻略していきます。仲間あり、持ち込みアイテムなしなので、仲間の力を借りて進めていきます。仲間は二人のレッドファングさんです。先ほど、不死鳥の頂への道で仲間にしたばかりですが、活躍してくれることでしょう。本 RTA では初めて本格的に仲間を運用しますね。ようやく脱一人旅です。最初のエリアではレベルの高い方を自由に行動で放流し、低い方を攻撃を優先で護衛にします。ここは護衛一人だけ派と好みが分かれそうなところですね。仲間を放流しておくと、時々その仲間の様子を見ることでマップが分かったり、敵を倒して経験値を得られたりします。その代わり、多少ではありますが戦闘などが発生するので遅くなってしまいます。なので護衛一人だけにして放流はしない戦略もありだと思います。そうでした。ここではレッドファングさんのスキルは全てオフにしておきましょう。殴るだけで倒せるので、スキルを使用するたび余計に時間がかかってしまいます。ここからは湖のエリアです。見渡しで階段に続く橋が見えるので、周りをよく見ておきましょう。部屋数が多いマップなので、それでも探索に時間がかかりがちです。放流している仲間が見つけてくれる可能性もあるので、時々様子を見ておきます。遅くなりましたが、このダンジョンのコンセプトについて説明します。ここは主人公くんではなく、仲間が主役のダンジョンです。そのため武器や盾は一切落ちていません。最後まで素手で丸腰です。戦闘のほとんどは仲間に任せることになります。なので強力な仲間を勧誘できる不死鳥から先に攻略したというわけです。レッドファングさんたち、頼みましたよ。まあまだ序盤なので、クキトルネードパワーのおかげで十分戦えます。とはいえ前線に立つとエッジポイントが持っていかれるので、必要な武器だけにしましょう。さて、例によって、杖や本の識別は大切です。そこの狐さんでお試しを。あ、仲間が飛んでいってしまいましたね。これは、竜巻の杖で、中に入ると吹き飛ばされる風柱を数ターン発生させます。敵と距離を取りたい時に使えますが、どこに飛ぶかわからないので微妙です。あとは、通路の壁にガンガンぶつけるぐらいでしょうか。この辺の敵はまだ弱い、と言いたいところですが、すでに結構なパンチ力を持っています。フェアリーさんでさえレベルが高いので侮れません。交戦はできるだけ仲間に任せましょう。レッドファングさんなら楽勝です。しとしと、本を読んだら雨が降ってきました。これは大雨の禁書です。雨が降ると本が濡れて読めなくなってしまいます。次のフロアに行けば乾きますが、不便ですね。この辺りでよく落ちていますね。大事な時に読まないように識別しておきましょう。ちなみにドライヤドさんは雨が好きなので、近くで読むと仲間になってくれます。話は変わりますが、仲間操作のワンポイントテクニックを紹介します。ダンジョン内で右スティックを倒すと仲間の命令を切り替えられます。上が1番目、右が2番目、下が3番目、左が全員です。仲間メニューボタンを押しながら倒すと逆順に切り替えられます。命令変更を高速に行えるので RTA でも便利です。私はこれに気づかないままクリアしてしまったので、念のため雑に識別したら倍速でした。敵の攻撃力が高いというか、こちらの防御力が皆無なので結構痛いです。このダンジョンは終始こんな感じで進行していくので、いつも以上に
エッジポイント管理やダメージ計算に注意しましょう。残りエッジポイントが低いなどで万全を期す場合、自由に行動にした仲間を先行させて後ろをついていく戦略もあります。作戦変更などで少し時間がかかってしまいますが、命には代えられません。さて、ここは中継ポイントで商人のフェアリーさんがいます。いらないアイテムを売却したり値段識別したりしましょう。不死鳥と違ってこの商人さんが売っているのは素材アイテムなので RTA 的に利用できません。残念。この腕輪は3000ゴールドだったので状態異常防御系ですね。ただの腕輪の可能性もありますが。さて、 10F に来ました。このエリアは体感ですが E の字や世の字マップが多く時間がかかる印象です。放流した仲間が階段を見つけてくれる可能性にもかけて放流を続けています。外周階段なので仲間が不自然に同じ場所に留まっていたらそこが階段です。この辺りの注意点としては吹き飛ばしの石像です。通常攻撃で相手を吹っ飛ばせるようになる石像なのですが、放流している仲間が一方的に吹き飛ばされてやられてしまったり、アルラウネさんたちを怒らせてしまったりする可能性があります。仲間のエッジポイントやマップ上での様子を見て命令をその馬体機や今は逃げてなどに変更して調整しましょう。画面に話を戻すとお店ですね。お店での値段識別が重要です。特に本は価格帯を覚えておくと良いかもです。序盤に腕輪が拾いやすいこともありお金は結構多くなる印象です。良さそうなものがあったら購入しておきます。腕輪といえば、腕輪はプレゼントした時の有効度上昇量が高いので敵にプレゼントして説得材料にする使い道もあります。そのために持ち歩くほどではないですが、強敵と一人で出くわしてしまった場合に助かる可能性があります。エリアが変わって魔法キノコの森です。ここではマナが乱れており杖での無力化が難しいです。敵も強くなってくるのでそろそろ放流するのは危険です。引っ込めて待機していてもらいます。あと私はこの辺りで吹き飛ばしを解禁しておきます。名前の通り敵を吹き飛ばすスキルでうまく使えば一方的に攻撃できます。ただアニメーション分タイムロスになるところはあるので一長一短です。ここも好みが分かれそうですね。この辺りの要注意モンスターはアルケニーさんです。鈍足の糸を絡めてから襲いかかってきます。持ち込めないので自分も仲間も耐性はないでしょうから、鈍足になるとボコボコにされてしまいます。あとは視界外からスライムが飛んでくることもあるので残りエッジポイントには気をつけましょう。ハニースライムさんは状態者で回復することがあります。遅延行為は良くないですよ。小ネタですが、呪いの罠を踏んでもメッセージが特にない場合、手持ち内にすでに呪われているか呪われないアイテムがあります。やや変化キツネは呪われないのでキツネの疑いがある場合確認しておくと事故を防げます。そうそう、呪いといえば呪われたアイテムを初めて拾った時、冒険の手記の登録表示が右下に出るので初回限定ですが判別できます。お店ですね。いいものは売っているかな。ひえ、敵の目の前で眠り屋の罠が。せっかくなのでこれを利用してみましょう。矢の罠は踏んだ人の左側の壁から飛んでくるので向きを調整して踏むと敵に当たることができます。またアイテムを上に投げ落とすことでも起動するので眠りの矢を集められます。睡眠効果は便利なので時間があれば集めておくと便利かもです。
まあこれは RTA なのでスルーしますが、さて危険なゾーンその1、妖精光彩りの塔です。ここにはエルフ系が多数おり、遠くから攻撃してきます。特にダークエルフには警戒が必要です。爆発の矢を撃ってきて、着弾点の周囲 3×3 に20ダメージを与えてきます。その上、自分自身は爆風に巻き込まれると回復する変態です。接近戦でも無限に回復するので、一方的に削られてしまいます。幸いレッドファングさんなら大抵の場合一撃で倒せるので、うまく接近して倒しましょう。あとはこの地形、壁が柵になっていて向こう側が見えるので、見渡すと階段をサクッと見つけられるかもしれません。まあ柵の角度によっては見つけづらかったりするので、見渡しては走って、見渡しては走ってで行きましょう。仲間を杖の実験台にするの良くない気持ちになりますが、とはいえこの辺りの敵に振るよりも安全な可能性があるので。余談ですが、このエリアの壁はいわゆる外壁扱いになっていて、破壊することができません。なのでダークエルフさんがボンガボンガしても大丈夫な安心設計なのですが、仲間召喚時にちょっとだけ注意が必要です。仲間が浮遊スキルを持っている時に壁に向かって召喚を実行すると、向きによっては壁の向こうの空域に召喚されてしまうことがあります。そうなると自発的にテレポートする手段がない場合、そのフロア中脱出できなくなります。かわいそう。本 RTA では飛行系の仲間は扱わないので大丈夫ですが、通常プレイで忘れた頃にやらかしてあーっとなります。それにしてもここ背景は幻想的で綺麗なのですよね。見た目は好きです。 RTA では海岸を血眼で探しているので、なかなかじっくり見る機会がないですが、色使いも素敵です。危険なゾーンその2、知恵の間です。大妖精で一番安定しない妖系界ゾーンです。気を引き締めていきましょう。ドカーン。このように知恵の間には本がいっぱい落ちています。そしてそれを利用する者も。ここに出現する魔物娘さんは全員要注意です。やばい、とにかくやばい。筆頭のブラウニーさんは危険な背に投げに加えて、ついに床落ちの本を読む能力を獲得しました。何が起こるかわかりません。眠りの魔導書で永眠させられる、流星群落としの禁書で即死する、召喚の本で囲まれるなど、たまに大爆発で自爆したりもしますが、何をされるかわからないので、本の上にいるブラウニーさんを見かけたら本などで対処するか祈るかしましょう。次にオーガヘッドさんです。相棒のオートマトンさんが作った罠の上に投げるだけならまだ良かったのですが、このエリアかなり高確率でモンスターハウスが生成されます。モンスターハウスには罠が多いので、つまりそこに投げ飛ばされます。主人公くんだろうが仲間だろうが、単身で放り込まれたらほぼ確実にやられます。対策したいところですが、重装の盾はなく耐久力も高いので一撃では倒せず、祈りましょう。あとは投げキッスで直線上にいる仲間を魅了してくる円風鎖さんや、エッジポイントが減ったところで壁の中から的確に咎めてくるバンシーさんなど、誰に会っても気が抜けません。一刻も早く階段を見つけたいです。対策として高額なお金を見つけたら財布に入れずにアイテムとして拾っておき、緊急時にぶつけるという方法があります。なお焦ってブラウニーさんに投げないよう注意しましょう。
投げ返されて死にます。そうでした。本作の杖の特徴としてアイテムにも魔法弾が当たります。今使った物知りの杖は敵に振るとエッジポイントやスキルの情報が確認できる杖ですが、アイテムに振ると識別することができます。むしろこの使い方の方がメインになります。あ、投げキッスを受けて魅了されてしまいました。レッドファングさんまで。イチャイチャ、殴られると大変なことになるので距離を取りましょう。セーフ。こういうことがあるので、このエリアで仲間と隣接したまま戦うのはちょっと危険です。鍛え上げられた仲間のキックは致命的です。通常プレイなら魅了セリフを楽しむこともできますが、今は急いでいるので。危険なゾーンその3、妖精光彩りの塔です。今までのエリアよりは安全ですが、フェアリーさんたちの攻撃が痛いので注意です。この辺りで初登場するシーレさんは回復反転フィールドを展開します。この魔法陣の中にいると回復しようとした時ダメージを受けてしまいます。ピンチになっても回復できないですし、焦っている時ほど事故を起こしやすいです。早めの回復を心がけていきましょう。アルテミスさんは毎ターン回復する鱗粉をまくことができます。通常プレイではお世話になった方も多いのではないでしょうか。ただシーレさんの魔法陣の上では持続ダメージになるので注意です。こんな感じでフェアリーさんでさえ一撃で倒すのが難しくなっています。仲間がいないと戦闘にならないので、うまく任せましょう。ちなみに万が一ここに来るまでに仲間が全滅してしまった場合、ここのフェアリーさんたちの攻撃を受け仲間にして急場をしのぐ手があります。あとフェアリーさんたちは倍速で杖も効かないので、このように仲間から離れると危険です。一緒にいてね。仲間が2人いるとこのように負傷してもすぐ交代でき、回復リソースを節約できるので楽になります。例によって階段を見渡しで見つけやすい地形なので、適宜見渡しを使ったり神階段を引けるように祈ったりしましょう。危険なゾーンその4、大妖精の庭園です。ここが最後のエリアになります。普通に戦っても強いモンスターと丸腰でやり合うのは無謀です。杖で無力化していきたいところですが、マナミダレがそれを阻みます。飛びつきの杖なども効力を失うので、徒歩で階段に向かうしかありません。徒歩歩。幸い壁が低めなのと、階段が魔法陣タイプなので、魔法陣から出るエフェクトを頼りに見渡す出位置を把握して即折りしたいところです。凶悪なのは何よりカーサさんです。鈍足糸に絡まれてしまうと、なんと防御力まで下がります。その上強襲攻撃で急に距離を詰めて攻撃してくるので、突然やられることもしばしば。回復の杖の反射もできないので、そもそも殴られないようにするほかありません。できるだけ合わないのを祈りたいところです。おや、向こうに階段が見えますね。よし、ここで場所替えすれば階段直行ですね。あ、といった感じでマナミダレを忘れると恥ずかしいことになります。最後の最後で杖が効かないの、とても厳しい。例によって爆発させてくるダークエルフさんや、高速で近づいてくるフェアリーさんやモーショボンさんなど、パワーのあるやべえやつしかいないので、仲間とアイテムを総動員して逃げ切りましょう。階段の位置は把握しているので、ダッシュダッシュ。よし、これで大妖精の住処への道踏破です。息の詰まる戦いでしたね。仲間と協力しないと生き残れないので、プレイングの方向性が変わりますね。スキップなしレギュの難しいところであり、楽しいところであり、
タイムの目安としてはここまでで2時間切りすると早いという感じです。早い。ようやく難関を超えたところですが、次のダンジョンもなかなかくせ者です。次の魔性のアトリエへの道には仲間もアイテムも持ち込めないので、戦利品を適宜売却したり倉庫に入れたりします。状態異常系や移動系の杖、効果が部屋内に及ぶ本などは取っておきましょう。あ、倉庫がいっぱいになってしまいました。アイテムを持ちすぎですね。 RTA だというのに。この辺りのアイテム管理には課題が残りますね。とはいえ、今後杖が必要なところと本が必要なところがあって、あと回復も欲しくて、お金を預けて仲間を解散させたら洞窟入り口の休憩所に向かいます。ココさんは不在なのでまだ料理は食べません。洞窟入り口の休憩所の右の方、今まで閉ざされていた扉の方に向かうとココさんとすれ違います。この向こうに次のダンジョン、魔性のアトリエへの道があります。料理が有効とのことですので、後で食べに行きましょう。このワープゾーンに入ると突然声をかけられて、魔性の腕輪を装備させられます。これが魔性のアトリエへの道のキーアイテムです。中に入るとメタキツネさんがいて、クラフトのチュートリアルをしてくれます。お気持ち程度の素材とは言いますが、貴重品がどっさり渡された素材アイテムから魔法の鍵をクラフトして、目の前の鍵扉にぶつけます。私はチュートリアルのこれ以外で鍵をクラフトできたことがないですね。あんなに集まるものなのでしょうか。鍵扉を開けたら、忘れずに一旦村に戻ってココさんの料理を食べます。ここはシラフで進めるようなダンジョンではないので、すっかり定番になった感のある茎トルネードを注文します。いただきます。お腹いっぱいになって準備完了したところで、今回はここまで。次回をお楽しみに。